ドゥンケルは、ノルウェー原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、ドゥンケル種と呼ばれ、ドゥンケルハウンド、ノルウェージアンドゥンケルフンド。1820年代にビルヘルム・ドゥンケルという、ブリーダーによって作出された。ノルウェーに土着していた、セントハウンド犬種と、ロシアから輸入したロシアンハーレクインハウンドを掛け合わせる、ことで作出された。なお、後に、 さらなる改良のために同じく、ノルウェー原産のセントハウンド犬種である、ヒューゲンハウンドの地が導入されたが、良い結果が出なかったため1934年に、医師交配は禁止され、戻し交配などにより、ヒューゲンの地は取り除かれた。主にウサギとのウサギを狩るために使われている。単独もしくは小規模なパックで漁を行い、獲物の匂いを追跡する。発見すると、 自らの手で獲物を仕留め、主人のもとへ加えて持ち帰った。通常はウサギを仕留めると一羽ずつ運んで持ってくるが、たくさん獲物が現れた場合はそうはせずに次々と、仕留め、仕留め終わってから何話かまとめて加えて持ち運んだ。ノルウェーでは、知名度のある犬種だが、他の国では無名で飼育は行われていない。ほとんどの犬が実猟犬か、消毒として飼育され、 ペットとして飼われているものはあまり多くない。均等の取れた筋肉質で引き締まった体つきをしている。頭部は小さめで首は短め、胸は深い。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。コートはスムースコートだが厚い二重構造になっていて寒さに強い。毛色はブラックタンやブラックホワイトなどで背中には ブルーマールが買った特殊な色のサドルマーキングが入る。このサドルはロシアンハーレクインハウンドから受け継いだ特徴である。大型犬サイズで性格は知的で自信に満ちているが主人家族に忠実である。しつけの飲み込み、状況判断力は共に優れ、身体能力も高い。力が強く、スタミナは多い。性格がきついわけではないが、 喫水の量研修のため運動量が多く、初心者には買いにくい研修である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。